はい、こんにちは、ちゃちゃちゃです。ブンドリアイルが非常に優秀なんですが、サンブレイクから新しく追加された猟剣具を採用したガルクがめちゃくちゃ強いんですよ。ということで今回は強化されたガルクの育成方法、注意事項、実践をまとめて共有したいと思います。まずは訓練場の四つ見和道で威力を見ていただきます。ハンターに追撃して四つ見和道に遠隔攻撃を行っています。ライズだと弓とガルクは相性が良くなかったんですが、今作は新しいスキルのおかげで相性問題が解消されたんですよね。しかもご覧ください、たった20秒でここまでダメージを叩き出しました。弱点に当たるかどうかでかなり変わるとはいえ大きな数値です。そしてしばらくすると背中に担いでる銃で攻撃をし始めます。この状態だとさらに DPS 時間あたりのダメージ量が上昇します。凄まじい火力を持ったガルクです。ちなみに鬼人の粉塵を使ったりマルチプレイの時に狩猟笛の方に攻撃力アップを吹いてもらうと、さらにこのように攻撃力が上がります。今は火力型の武器を握っているんですが、毒属性の武器や麻痺属性の武器を持たせて状態異常にすることもできます。さらに実践編でもご覧いただくんですが、モンスターを総流待機状態にしたり、その場に拘束したりする能力もあるので、二重に強力なんですよね。あと私はつけてないんですが、武器の百竜装飾品がレベル1の場合は、再配置をつけるとより強化されると思います。ただし注意点がありまして、もしかすると武器種によってガルクの動きが変わる可能性もあるんですよね。私は弓でしか検証できてないので、他の武器でも強いかは分かりません。おそらく強いとは思いますが、育成も全然簡単なので、ぜひ一度試してみてください。それではまずガルクのスキルと伝授方法です。出張お供広場から、お供道場、スキル記憶力強化術を選択します。このスキル記憶力強化術の施設は、マスターランク2で開放されます。育成するガルクは、毛並み以外の厳選は必要ありません。レベルが高い子であればどの子でも大丈夫です。なるほどんぐりを使ってスキルの記憶力を解放します。そしてスキルの記憶力を最大まで上げます。最大まで解放するにはなるほどんぐりが3つ必要です。なるほどんぐりの入手方法はフリーサイドクエスト、あとこちらにある福づくの巣からもランダムで取れます。フリーサイドクエストを狙うのが手っ取り早いです。そしてさらに2匹育成したいガルクやアイルーのスキルの記憶力を最大まで上げます。記憶力が最大まで解放したアイルーまたはガルクが3匹いるとお供スキル伝授が解放します。お供スキル伝授を使うと他のお供とスキルの交換をすることができます。この交換にはアイテムやポイントも必要ないですし、交換元のお供が消えるなんてこともありませんので、気軽に交換していただければと思います。必要なスキルは攻撃強化の術小、攻撃強化の術大、貫通攻撃強化の術、遠隔優先の術、遠隔攻撃強化の術です。貫通攻撃強化の術と遠隔優先の術はサンブレイクからの新スキルなので、これらのスキルを所持しているお供を新しく雇用しレベル35まで道場で育成する必要があります。お供道場に預けて3回ほどクエストを回すとレベル35になれるかと思います。続きましてガルクの武器です。ガルクの武器で一番物理力が出せるのは遠隔性能の攻撃力が295あるいぶし巻彦の武器、しまきしんガル剣です。しかし実際出るダメージに関してはモンスターにはよりますが、毒属性で大名槌の素材で作成できるミスハ X ガルワンド、または麻痺属性で隠密体の素材で作成できるメジュレト X ガルタスの方が出る可能性があります。特にメジュレト X ガルタスに関しては打属性なので運がいいとスタンが取れる時もあります。素材のアンゴシッククラゲは隠密体マスターランク溶岩洞にいるお魚さんから入手することができます。キラキラしているお魚さんにお友達を派遣して拾ってきてください。防具は好きなもので大丈夫です。お供の見た目に関しては重ね着装備で変更ができるので防御力や耐性値が高いものでいいと思います。続きましてガルクの猟剣具、鉄柱猟剣具、
こちらはマスターランクに到達後に解放されるサイドクエスト、猟犬具の開発に協力するっすを攻略すると解放されます。ガライーバのヒゲを2本納品するというクエストです。ガライーバは探索クエストでは出現数が少ないので、マスターランク星2のクエスト、水目の邪魔者の攻略がおすすめです。巻物なんですが、私はモンスターに自分を狙ってもらえた方が楽に狩猟ができるので隠れ身の巻物にしています。逆に自分にターゲットが来てほしくない場合は陽動の巻物もおすすめです。ただこれにしちゃうと結構ガルクが力尽きちゃうんですよね。これらの巻物に関してはお好みで選択してみてください。ガルクの行動基準は随行にしています。それでは実践です。我らが先生リオレイヤにやってきました。ガルクのダメージは灰色で表記されています。弓ですがちゃんと攻撃してくれてますよね。このガルク火力が高く手数が多いというのもメリットなんですが、もう一つ特技がありまして、あ、失敗しました。もう一つの特技がモンスターを総流待機状態にするという能力です。なのでこのガルクたちがいると総流待機状態にかなりしやすくなるんですよね。さらに総流をした後しばらく総流待機状態にならないと思うんですが、その代わりモンスターを地面に糸でくくりつけてその場に留めて暴れにくくさせるという能力を持っています。総流糸でくくりつけるといっても動きを止めるというわけではなく移動を阻止するっていう感じなんですよね。なのでエスピナスなど突進したり暴れたりしてどうしようもないっていうようなモンスターには非常に有効になってます。よいしょ、麻痺入りました。早いですよね。よいしょ、ダメージもどんどん入ってます。50、50、50とどんどん発射してます。いやーほんといいダメージ。離れていても全然ね当たるので、モンスターが飛んだとしてもきっちりとダメージを与えられるというのがこのガルクのメリットでもあります。麻痺もう一回入るかな。よいしょ、頭に当てます。あっ、いや方向捕まっちゃいました。よいしょ、おそらく、あ、入りました。麻痺、よいしょ、突撃に持ち替えて、はい、野鏡か。いやーいいダメージ出ます。ガルクのダメージかなりです。よいしょ、もう終わりました。早い、突進ですね。3突進かな。それではここにしびれ罠を置いて捕獲します。お疲れ様です。こんな感じで非常にこのガルク強力ですので、ぜひ皆さんも育成してみてください。ということで今回はサンブレイクから新しく追加された猟犬具を採用したガルクご紹介しました。今回の動画良かったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。またどんどんサンブレイクの動画も投稿しますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。you